ブンブン。ハロー YouTube。どうもまさるです。今回はいよいよスタートした Amazon の年に開催されるセールの中でも特に大きなビッグセール。ブラックフライデーセール。今回はこのブラックフライデーセールでセール価格で販売されています Amazon デバイス。それから人気のタブレットも今回セールになりましたので、そちらもご紹介してみます。 その前にまず今回のセール概要としましては毎回同様期間限定のセールとなっておりもうおせにスタートしていますセールの終了は12月1日木曜日の23時59分までとなっていて今回のセールは日替わりで特にお得なセールが開催される内容となっていますセールの期間もとにかく長くそれでいて日替わりでお得な商品が変わるということで 1>, 1日たりとも見逃せないセールとなっていますそして今回も同様 Amazon デバイスが多数セールになっていますこちらが今回のセールでセール価格になっている Amazon デバイスの一覧画面となりますカテゴリーとしましてはまずは ECO シリーズといって Amazon の AI を搭載したスピーカー FireTV シリーズそれから FireTabletKindle あとは、厳密には Amazon オリジナル商品ではありませんが Amazon の AI スピーカーと組み合わせて使うことができるこのようなカメラこちらも販売されますこれらも毎回セールでセール価格になることが多い商品ではありますが今回過去最高と言ってぐらいとても安い価格で販売されていますではざっと今回のセール商品をご紹介していきます まずは今回の Amazon デバイスでセールになっているもの例えば AI スピーカーとしてはどういったものがあるかといいますとこちらまずはこちらあまり自宅で使われる方はほとんどいないかと思いますがこういった薄型の製品これもセールになりました こちらの製品はエコオートという名称の製品でなぜ自宅で使う人が少ないかと言いますとこの製品は車載用の AI スピーカーとなります実際に取り付けている画像としましてはこんな感じこちらの場合はエアコンのクーラーの配光からこのようにマウントを介して取り付けているイメージとなります特別何か工事が必要というわけではなく 固定さえしてしまえばあとは付属の USB ケーブルで接続すればいいだけこの USB ケーブルの意味合いとしましては電源を取るためとなりますのでとにかくマウントさえ付けてしまえばあとは配線関係などは工事をする必要がなく簡単にシガーソケットから電源を取れるようになっていますこの製品通常価格としましては約5000円の商品でしたが今回のセール期間値は2980円となります それから、卓上タイプのディスプレイ付きのスマートスピーカーとしましては今最も画面サイズが大きなエコー商店こちらは割と上位機種となっていて通常価格でも3万円する高価な商品でしたが今回は2万2980円となりますこの10インチのディスプレイを付けている関係上単に AI スピーカーとして使うだけではなくもうこの画面で映画も見ることができるということで タブレット的な使い上げともできるのがこの製品の魅力の一つといいます。あとはこちら、あまあ、それも同じものを発売直後に購入しましたが、エコーバッツといって、イヤホンでありながら、AI スピーカーの機能も搭載したモデルとなります。また、イヤホンとしての性能もとても高く、ノイズキャンセリングの性能が高く、周りが騒がしいようなバタでも、その周囲の音をカットすることができる高性能なイヤホンとなっています。 今回このモデルは特にお買い得なモデルとなっていて通常は約1万3000円する商品なんですが今回5980円となっていますですので AI スピーカーとして使う予定はないという方でもイヤホンとしてとても高性能なモデルですので普通にワイヤレスイヤホンとして購入するのもいいかと思いますあとは こういったモニター付きの AI スピーカーと組み合わせて使うカメラとしてこういったものがあります。これは各部屋に設置しておくなどしてその部屋の様子を監視することができる流製品になります。ですので赤ちゃんなどがいる部屋に1台設置しておきその部屋の様子を常に見るというような使い方も可能です。あとはこちらはカメラではありますがいわゆるドアベル代わりに使うカメラとなっていて特に工事等必要なく 実際に来客した人の映像を別の部屋に設置しているこういったディスプレイ付きの AI スピーカーで確認することができるというモデルになっています。あれですのにこういったカメラ関係は必ずディスプレイ付きの AI スピーカー、エコーシリーズが必要になりますので購入される方はもし自宅にいなければ同時に買っておく必要があります。その他人気のシリーズとしてエコーション5 もうこのシリーズはマスルも複数購入して長く使っているモデルですが通常9000円する商品が今回は2980円という価格になっていますこれも先ほどのワイルスイヤホンと同じく今回特にお買い得なモデルの一つと言いますあとは高音質おそらく現在のエコーシリーズのラインナップの中でも最も音質がいい このエコースタジオというスピーカーとしてもとても役に立つこの製品一見するとただのスピーカーに見えますがこれもちゃんと AI が搭載されていて音声操作で例えば天気音を聞いたりあるいはタイマーをセットしたりということもできるモデルとなっていてこちらの製品は通常が3万円の商品が2万2980円となります あとは壁掛けタイプの15.6インチのモデルは通常価格が3万円のところ22,908円となっていてもう今回ざっとご紹介した価格などを見てもわかる通り今回のこのブラックフライデーセールというのはアマゾンが年間数回開催するセールの中でも特に大きなセールとなっているため特にこういったアマゾンデバイスこれらがとても安い価格となっています そして Amazon デバイスと言いますとこのエコーシリーズだけではなく電子書籍端末の Kindle それから FireTabet これも今回セールとなっています Kindle につきましては何と言ってもマスルも購入して愛用していますこちらこの Kindle ペーパーファイトこれがお買い得です今回はこのセットモデルがセールとなっていて一番安い Kindle のーーの8イヤー広告付きのモデルここれが通常21,000 16,000すするところ 16, 円とろなっています今回こちらの商品につきましては5日間セールが開催される期間ずっとセール額になりますのでと言いましても在庫がなくなってしまいますとその時点でセールは終了となりますが今回5日間のうちいつ購入してもこのお得な価格で購入することができるモデルとなります 割引額はあまり大きくないじゃないかと思うかもしれませんが、このモデルはセットモデルとなっていて、本体のほか、保護フィルム、カバーもセットになったモデルですので、それで1万6000円と考えますと、とてもお買い得と言います。そしてやはりセールと言いますと、ファイヤータブレット、これがやはりお買い得です。今回の多数のモデルがセールになっています。 ただし今回ファイヤー a ブとあまりお得でもない商品がありますのでそういう商品は今回は見送ってお得な商品を購入するようにしたらいいかと思います一応全てのラインナップがセールになっていますがこちらファイヤー h e 1 0このモデルに関しましては割引額が少なく今日は買わない方がいいと言いますただし今日はというのは 5日間セールが開催されますのでこの5日間のうち一気に値下がりする可能性もありますのであくまで現時点でこのモデルはお買い得ではないという話になります一方のお買い得なモデルとしましてはこちら第10歳 FIRE HD88 日モデルそれから同じく第10世代の最新モデルの FIRE HD8 プラスこのプラスの付く上位機種 この2つが今回は特にお買い得です。まずこちらの無印の FIRE H8 の方は通常が1万円のところ今回は5480円。本来ならば2台分が買えてしまうような価格、まあ、半額で購入できるようになります。そしてこの上位機種プラスが付く FIRE H8 プラス。これは何が違うかと言いますとメモリ容量が少し増え、さらには ワイルス充電ににも対応したというモデルになりますこちらのモデルの場合ですと通常が1万4000円の商品が8180円とこちらもかなりお買い得となります、まあ、それの場合は発売直後この2つのモデル同時に購入してベンチマークだったりあと体感速度など色々と検証していましたが実際体感できる速度はそこまで大きな違いありませんでしたのでワイルス充電が必要ないという方 そういう方の場合はもう基本的にこちら FIRE H8 これを買った方がお得と言いますあと割引価格はそこまで大きくありませんが10インチの FIRE H10 プラスこちらも2万円の商品が1万6000円となるなど多くの製品がセルいう価格となっていますなお注意点としましてはこちら FIRE タブレットは アンドロイドをベースにはしているものの普通のアンドロイドタブレットではなくカスタマイズされた FireOS というのを搭載して駆動するタイプになりますですので Google のプレイストアいわゆるアプリを提供しているストアの方は利用できなくなりますのでその点注意が必要です普通のアンドロイドスマホアンドロイドタブレットのような感覚で購入しますと使いにくいということになりますので そういったところをよく理解した上で購入する必要がありますただし今回のセールでは普通の Android タブレットしかもかなり人気のモデルがセールになっています、えー、ですのでちゃんと p l a y トアからアプリを取りたいという方そういう方はこういった普通の Android タブレットこれを購入するのがいいかと思いますがやはり人気機種だけあってもう既にこの一つのモデルは売り切れてしまいました 一時的に在庫切れという表示になっていますのでもし今回のセール期間中に在庫が復活すれば安く購入するかもしれませんが現時点はまだ不透明ですのでこちらはもしかしたら諦めた方がいいかもしれません一方でまだ残っているモデルとしましてはサムスンの Galaxy Tab S8 Plus スナップ g ゴン8 Gen1 を搭載したとてもハイスペックなタブレットとなっています この製品につきましてはディスプレイサイズは12.41そして120フレットのリフレッシュレートに対応して最強の CPU を搭載したモデルということでゲームをプレイする分にも十分快適なモデルとなっていますまたペンも対応していますので Android アプリ特に最近では Android でも手書きイラストを書くためのアプリが充実していますのでそういったアプリを使って手書きしたいあるいは ノートアプリになどで手書きでメモを取りたいという方、そういう方に最適なモデルとなります。この製品は今回、セール期間中は8万7千円となります。ほぼ iPad Pro などと同じようなことができますが、iPad Pro の場合、容量が大きなモデルになりますと、もう価格が20万円を超えてしまうという状況になっていますが、このモデルは iPad Pro と同様のことができるのに対し、8万7千円で購入できるということで、 Android が好きな方以外にも iPad が高すぎて手が出しにくいという方そういう方が iPad から乗り換えるという選択肢もいいかと思いますまたペンが必要ないという方はこちら Oppad Air こういったモデルも今回 SL になりました Oppad Air と純正のカバーが付属したモデルになっていて こちらは通常が4万円の商品が3万3000円となっています。このモデルはマスルももう既に購入しており、処理性能も十分で快適に使えていますし、なんといってもこちらは Oppo のカラー OS のタブレット版が載っていますので、それによって普通の Android タブレット以上に快適に操作することができるモデルになっています。毎日使う機能としましては、 このディスペイ上の何もないところをダブルタップすると画面をロックするという機能があり、いちいち電源ボタンを探して押し込まなくても画面をダブルタップしただけでロックできるということで、セキュリティ的にもすぐにロックをかけることができ、安心ですしまた、省電力にもつながりますので、この機能はとても役に立っています。そんな感じでいろいろと便利な機能が搭載されているモデルですので、さすがに スペックは高いけれど、サムスンのギャラクシータブは8万円してしまいますので、それは買いにくいという方の場合は、もう断トツでこのモデルはおすすめです。こんな感じで今回は毎回同様 Amazon デバイスがセールになっているほか、人気の Android タブレットまでセールになっています。ですので、この機会に Amazon デバイスだったり、あるいはこういった Android タブレット、 中華メーカーの格安タブレットもありますがそういうものを購入するよりは今回特にこのセール期間中は同時にポイントアップキャンペーンも開催されよりたくさんのものより高いものを買えば買うほどポイントがたくさん貯まるということになっていますので安価なタブレットを購入するよりはこういったしっかりとした長く使えるタブレットそういうものを買った方が 長く使うことができる上ポイントもたくさんゲットすることができますのでおすすめと言えますなお今回ご紹介しました各商品販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方へやっていきますもし気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください今回は以上ですグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします